それじゃあ今日は転校生を紹介する。はあ、俺の動きについた。はい、それじゃあ入っていいよ。こいつハギーワギーじゃねえか。はい、転校生のハギーワギーくんです。すまない先生、ハギーワギーは非常に危険なぬいぐるみというふうに聞いていますが。金色のハギーワギーを初めて見たという人はチャンネル登録と高評価よろしく。いやいや、このハギーワギーは金色のハギーワギーだから君たちを攻撃したりはしない。なんだそうなのか。よろしくな、ハギーワギー。はぁ、あ、あれは黄色のハギーワギーではないか。このぬいぐるみは確か1億円の価値があったな。へっへっへ。おいおい、こいつら絶対何か企んでるぞ。それではみんな仲良くしてやってくれよな。つうわけで今からあの黄色のハギワギを捕まえるぞ。1億円あれば武器が大量に買えるな。1億円があればミルク一生分買えるぜ。1億円あれば高性能パソコンが買えますからね。つうわけでここは一つ協力してハギワギを捕まえようぜ。そして1億円を手に入れて俺は一生遊んで暮らすぜ。へっ、じゃあな、最初はこの俺ミスター赤ちゃんがハギワギを捕まえてくるぜ。ミスター赤ちゃん、何か作戦はあるのですか。ハギーワギーは強敵だぞ。へえ、分かってるぜ。だからね、今回はとっておきのトラップを。お、村口さん、ハギーワギーどこにいるか知ってねえか。ハギーワギーならすぐそこにいるぞ。お、サンキューな村口さん。じゃあまずはハギーワギーを見つけねえとな。確か、お村口さんの言う通りいるじゃねえか。あそこで突っ立ってやがる。おい、ミスター赤ちゃん、一体どんな作戦があるんだ。へえ、この超天才な俺様が考えた落とし穴トラップを用意したんだ。見てくれ見てくれ、これだこれだな。ハギーワギーを今から捕まえるんだよ。どういう仕組みかっていうと、ここのカーツマを踏むと、はい、こんな感じでトラップドアの底が抜ける。このトラップを使ってハギーワギーを捕まえてやるぜ。ミスター赤ちゃんにしてはやりますね。古典的だが悪くはない。だろだろだろ。そんじゃあ今からハギーワギーを捕まえに来て。おい、ハギーワギー、ちょっといいか。ん、何でしょうか。なあ、ちょっと面白いもん見せてやっからよ、ちょっと来てくんねえか。すみません、私は今忙しいので。へへへへ、だったら力ずくって。よっしゃ、ハギーワギーが食いついた。さあ、こっち来いこっち来い。お前はぬいぐるみだからな、まともに考えられねえよな。よっしゃ、どうだ、これが人間様の力だ。おお、ミスター赤ちゃんにしてはやるじゃねえか。そうですね、見直しましたよ。悪くはない作戦だった。まあこの俺様にかかれば。え、あれ、おいおいおい、どういうことだ。ハギーワギーがいねえぞ。だ、なに。ま、やっぱあの古典的なトラップじゃ無理だな。ぬいぐるみとはいえやはりただものではありませんね。捕まえるのが無理なら力ずくで止めるしかないんだ。まあそうはせんな、次は俺が行く。俺にもとっておきの作戦があるからな。ミスターレッド、一体どんな作戦ですか。気になるな。そいつを今見せてやっから、ちょっとおとなしくしてな。な、弟がいるじゃねえか。いいところにいた。おい弟、ちょっと一ついいか。兄貴の頼み事ってあんまいいことねえからな。まあそういうな、今日は暑いだろ。だから俺はさっき学校の屋上にクーラーが効く部屋を作ったんだ。ま、クーラーが効く部屋だって。ああそうだ、その部屋に入れば今日このクソ暑い日でも涼むことができるぜ。兄貴にしちゃ随分と気が利くじゃねえか。なあ、それと今日転校してきたハギーワギーも一緒に連れてってやってくれ。あいつ暑そうにしてたからね。ま、そうだったのか。じゃあハギーワギーも一緒に連れてってやるか。
まんまと引っかかりやがったな弟。こいつは屋上に行ってからが楽しみだ。ミスターレッド、あなたの作戦というのは？クーラーと言っといて、実はマグマが流れる。そんなところか。ミスターバナナ、正解だ。さーて、今日は暑いからな。今からハギーワギーと一緒にクーラーが効いた部屋に行くか。ハギーワギーは、いたいた。まあ見た目はおっかねえが、特に危害は加えてこねえからな。はい、ハギーワギー、一緒にクーラーの効いた部屋に行かないか。暑いので、行きます。よし、決まりだ。さ、早く行こうぜ、ハギーワギー。暑いからな。にしても兄貴のやつ、今日は随分と気が利くな。いつも俺のこと、罠にはめたりするのによ。よし、そろそろ屋上だ。扉の鍵は、これか。どれどれ。あれか。クーラーが効いた部屋ってのが。よし、早速帰ろうぜ、ハギーワギー。って、お前は、瞬間移動しなかったか？していませんが。ああ、そうか。気のせいだったか。よし、それじゃ入ろうぜ。こん中涼しいのかな。お、涼しい風が入ってきてる。よし、入ろうぜ。涼しいぜ。へっ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 へ。早速かかってんじゃねえか、弟。おい弟、どうだ、涼しいか。ああ、兄貴、涼しいぜ。後ろには、ちゃんとハギワギもいいんだろうな。まあ一緒に連れてきたぜ。そいつはよかった。じゃあ扉を閉めてもっと涼しくしてやっからよ。ちゃんといるじゃねえか。じゃあまあ今からマグマを垂らしてハギーワギーを弱らして1億円を手に入れるぜ。さあ食らいやがれ。なんだ兄貴、てめえふざけんな。まあ弟はすぐへばったようだが、だハギーワギーのやつまだ耐えてんのか。結構耐久値あんじゃねえか。まあだがこれだけのマグマにさらされてりゃさすがに。ってだ、こいつ不死身なのか。バカだ、なんなんだこいつは。まさかマグマに当たっても死なないとは驚きですね。マグマなんて生ぬり。ここは近代兵器、銃で倒すしかないんだ。まずアーマーを装備する。よし、完全なフル装備で定的に叩く。やつは不死身だと思うのですが。いや、この世に不死身の生物などいない。徹底的に銃を浴びせれば僕に勝機がある。さてハギーワギーが一体どこに行ったのか調べに行く。ミスターバナナ、賞賛はあるのですか。ま、賞賛はある。僕が持っている武器をすべてぶち込む。だ、ハギーワギーがいない。なるほど。ということはさっきミスターレッドが連れてった屋上にいるのか。さあ屋上に着いた。だ、あそこにミスターブルーとハギーワギーがいる。なるほど、捕まえてくれているのは好都合だ。ここはロケットランチャーで、あっ、行け。なんだなんだ、今度は一体なんだ。ハギーワギーは無傷か。だったらここは接近して火炎放射器を当てるしかないようだ。まさかこれほどの攻撃に耐えるとは思わなかったが。おい、おいバナナ、間違えてミスターブルーを焼いてしまった。本当にすまないとは思う。これだけの火炎放射を浴びせておきながら無傷じゃないか。なるほど、ハギーワギーが不死身というのはある意味本当なのかもしれない。次はレーザーライト。かなり効いているように見える。だ、まだ倒れないのか。こいつ本当にぬいぐるみなのか。ここはソニックライフルだ。銃弾レーザーがダメなら風の攻撃はどうだ。全く効いていない。だったらバイオガンだ。薬品がついたこの銃なら毒とかでやつを倒せるんじゃないのか。間違えてミスターブルーを撃ってしまった。さっきからふざけんなバナナ。悪いな、決してわざとではないんだ。ハギーワギーを捕まえるために仕方がないことだったんだ。ミスターバナナ、そちらの状況はいかがですか。うん、未だに奴を倒すことはできない。なるほど、では奴はやはり不死身ということですね。いや、不死身かどうかはまだ分かっていない。最後これだ、ミニガンを食らわせる。
これだけの銃弾を浴びせればおそらく大ダメージを与えられるはずだ。というかこいつは本当に不死身なのか。まだ倒れない。チッ、こうなったら最後の手段を使うしかないだ。まずはロケットランチャーで相手の HP を削る。その後僕のとっておきの兵器レーザーエネルギーガンで最後は倒すしかないようだ。ハギーワギーはまだ生きてだったらこのチャージショットで倒したか。手応えはあった。これで奴を倒せたはずだ。さて奴を確認しに行くとするか。だバカな、まだ生きているだと。クソ、一体どうすればあいつを倒すことが。なんだと。ミスターバナナまでやられるとは。ミルク、ここはもう諦めた方がいいんじゃねえか。何を言っているのです。ここまで来て引き下がるわけがないでしょう。ま、すべて私に任せておいてください。だ、ミスターブラック、一体どんな作戦があるんだ。ミスターブラック、奴は強敵だ。お前でも無理だ。いや、私なら私が開発したとっておきの TNT とポータルガンがあれば簡単に倒すことができるでしょう。さ、ポータルガンでワープして、ハギーワギーはどこにいるでしょうか。おや、いるではありませんか。では私が開発したとっておきの TNT3 種類を使ってハギーワギーを捕まえましょう。なあミスターブラック、その爆弾はどんな能力なんだ。ま、見た方が早いのでそこで黙って見ててください。ではハギーワギーは無防備ですね。まずはラバ TNT からのポータルガンを設置していきましょう。こうすることによってラバ TNT を起動させたらすぐここに入ればワープすることができます。これで完璧に準備は整いました。では火打ち石を使ってやつを爆破していくとしますかね。ではラバ TNT 起動させていきましょう。ポチッと。さ、すぐさまワープしてこれにてどうでしょう。お、かなり食らっていますね。ですが先ほどの実験結果からマグマでは倒せないというのは分かっています。なのでさらにここから追い打ちをかけていきたいと思います。一応ポータルガンはこちらにセットしておきましょう。続いてはこのクラスター TNT、 こちらで様子を見ましょう。ポチッと。さあこれでどうなるか楽しみですね。なるほど、この爆発にも耐えるとはなかなかやるではありませんか。ですが次が本命、100倍の TNT。 一度ポータルガンで逃げ場を確保しておいてやつを爆破していきましょう。これで倒せなければさすがに私も諦めます。ではどうぞ